皆さんこんにちは。刺繍ブランド糸話の伊達です。今日はですね、前回に引き続き2021年の秋冬新作コレクションについてのお話をしていこうと思います。実際にお洋服作りに入っていくプロセスの中でですね、一番最初のその刺繍生地をデザインする、そのデザインのきっかけというか、どんなデザインを心がけたのかっていうところをですね、お話ししていきたいなと思います。エンブロイダリーレースをされてる方がですね、もしこの動画を見られてたら、むしろいろいろ教えていただきたいですし、いろいろ共感していただく部分があると思うんですけども、やっぱり機械の本当に良さでもあるんですけども、すごく自由にデザインができるんですね。もちろん機械といっても無限に何でもできるものじゃないので、ピッチだったりとか糸の色の種類の制限だったりとか、そういったものは、たくさんあって、実はそういう細かいルールが意外と手仕事よりもあって、手刺繍だとまあちょっと試してみようっていうのができるんですけども、大きな機械を動かすので、その、ルールの中でこう表現っていうのが意外と難しかったりして、その部分はまたお話ししようと思うんですけども、じゃあエムロダリレースと出会って本当に自由に、デザインができるようとなった時に、私はふと立ち止まってしまったんですね。というのも、私たち糸話は皆さんご存知の通り、これまでインドで、手刺繍を使ったものづくりっていうのをやってきました。で、そのインドで刺繍を作るときって、この YouTube 動画でもご紹介してるんですけども、私たちは、カンタ刺繍、チカン刺繍、アリ刺繍とですね、それぞれの地域ごとに特徴のある1000年以上の歴史がある刺繍を、扱わせてもらっていて、で、そこでものづくりするときって、伝統的な手仕事なので、もう全く新しい、私がもう何も全然インドのものを参考にせずに全く新しいデザインを持っていくというよりも、すでにその地域で本当に何十年も何百年も引き継がれてきた図案集、例えばこう木のスタンプのブロックだったりとか、トレーシングペーパーとか、いろんな図案集を地域ごと、工房ごとに残してくれてるんですけども、そういったものをこう組み合わせて、作っていくということが多かったんですね。で、理由としては、もちろんその伝統的な図案だっていうのもあるんですけども、やっぱりその職人さんたちにとって、まず刺しやすいか、そして刺していて嫌じゃない柄かどうか、やっぱり宗教観だったりとか文化の違いっていうのもあるので、例えば私がパンダの刺繍をしてよって言っても、パンダを見たことない人からしたら どうすればいいんだっていうものになったりすると思うんですけども、そういったこともあってですね、これまではインドの人たちからむしろその図案のことを教えてもらって、その中で、こういうお洋服を作りたいから、じゃあこの組み合わせをしてみようとか、こういう色の組み合わせじゃなくて、こういう風に変えてみようっていう、その位置があるベースで組み立てていくっていう風にデザインしていたんですね。ところがこのエンブロイダリーレースになると本当に自由で、私の好きなように作れますよっていう風になった時に、こう自分が好きなデザインっていうのはどんなものなんだろうなっていう風に思ったんですよね。で、そのやっぱり自分にとっては、インドの手刺繍との出会いとか、今回のエンブロイダリーレースの出会いみたいに、こうすでにその地域でずっと長く継承されてきた、そういった手仕事だったりとか技術にすごく心が惹かれるし、図案自体もそういうこう何かすでにあるものをよりよく使うっていうことにすごく興味があるなっていうふうに、だんだんこう考えが巡ってきたんですね。で、そういう考えになった本当の最初のきっかけっていうのは、やっぱり自分が奈良出身で、奈良県って本当に、平城京時代から今から1300年ぐらい前からずっといろんな国と貿易をしていて、いろんなものがシルクロードでやってきたと。で、そういう元を正すと、実は自分が小さい頃から意識してなくても、いろんなこう昔ながらのものっていうのを目にする機会があったんだなっていうふうに思ったんですね。で、だから目の前にあるもの、それ自体がもうすでに素敵で、それをちょっとこう良くするだけで今の暮らしの中で楽しめるアイテムになるよなっていう、今私たちがその刺繍と暮らしのお店とかでやっている、そういうコンセプトって、実はその小さい幼少期を過ごした奈良
の風土とか雰囲気の中で育まれてきたのかもなっていうふうに思ったんですね。で、そうなった時に、じゃあシルクロードとか奈良の良さを一番知れるというか、そういうらしさを求めていくと、たどり着いたのがですね、じゃん、こちらです。はい。皆さんもよくご存知の方が多いと思うんですけども、正倉院展ですね。正倉院というのは平城京時代に奉納された宝物たちが眠っているお宝の倉庫なんですけども、簡単に言うとですね、それを毎年宝物を開封するというんですが、のがですね、毎年その秋頃、今ぐらいですね、の時期に正倉院展というふうに、開催されてまして、もう何十万点と宝物があるので、毎年公開されるこのメインの宝物も違いますし、中身もガラッと変わるんですね。なので、私はこう、奈良の古本屋さんに行くと、これはたまたま、平成3年、私が生まれた年の、正倉院展の図録ですね。あとこれ、昭和58年。たまたまですけど、杉川さんの生まれた年だってさっき聞きました。10冊ぐらい持ってて、たまたまこの2冊を選んでるっていうのが、ちょっとすごいなと思ったんですけど、まあそれは置いといて、はい。こういう正倉院展の、図録をですね、見れば見るほど、すごく面白いなと思っていて、例えばですね、こういうふうに、付箋貼っているんですけども、これ、鏡なんですね。鏡の、模様にこんなふうに、鳥獣、鳥とか、神様の使いだって言われて、されているような動物たちが出てきたりとか、あとですね、こんな風にこれフェルトの敷物っていう風に載ってるんですけども、まあ今でいうラグですよね。ラグにこんな素敵な織物の柄がされていたりとかですね、もう1300年の前のものとは思えないぐらいカラフルで繊細なデザインがたくさんあってですね。なんかこういうその、もちろん正倉院展を見に行ったりとか、図録を見れば見るほど、私はですね、いや、もうすでにここにたくさん素敵なデザインがあるじゃんっていうふうに思ったんですね。で、もちろん、この、1000年以上も前に作られたものたちなので、少し破れていたり、傷ついていたりするけれども、実は正倉院の、宝物の中で一番多いのが、この、お洋服とか布切れらしいです。宝物の中でね。なんか書物とか、なんて言ったらいいんでしょうか。書物とか、こう、銅板とかもいろいろあるんですけども、その中で一番多いのが、この、着物、衣装たちだそうですね。それも面白いですよね。昔の人たちはすごくおしゃれで、そのおしゃれ着をちゃんとお宝の倉庫に眠らせてたんだなっていうのが面白いなと思ったんですけども、そういうですね、魅力あふれる、本当に何千年も前のデザインがすでにある、もう本当に今、毎日毎日新しいデザインが世の中に生まれてきていて、それはきっとパソコンとかですね、いろんなスマホで、簡単に新しいものが作れる時代だからこそ、もう何十日も何年もかけて作られたものだからこそ、この千年後の世の中に伝わっている、そういうですね、正倉院に眠っている宝物の魅力っていうのがですね、すごくすごく面白いなっていうふうに感じたんですね。で、ここで、私はやっぱり今、人話でも大切にしている、すでにあるものをよりよく使う。それはインドの伝統刺繍ももちろんなんですけども、日本に伝わってきたすでにあるものをよりよく使うっていうところにですね、今回のデザインの、モットーというか、一番の根っこになる部分を置いて、今回のデザインをスタートさせました。ということで、今日もデザインの話だけでたくさんお話ししてしまったんですけども、エメラルドレースと出会った私は完全に自由なデザインができると言われたものの、自分にとってはですね、あるものをよりよく使うっていう、そのコンセプトがやっぱり一番大事だなぁと思いまして、今回ですね、この正倉院の図録からたくさんヒントをもらって、図案を書かせていただきました。まるまるそっくりそのまま使うというよりもですね、本当にまあでもこういったですね、素敵な文様たちをですね、トレースさせてもらって、私なりに解釈というかアレンジ、サイズとか色も含めてアレンジをさせてもらって、その上で図案を作っていきました。
はい、ということで肝心なるエンブロイダリーレースの機械に読ませるまでのデザインの変遷はですね、この次の回でぜひお話ししていこうと思います。今日はですね、あるものをより多く使うというコンセプトで、こういったデザインに出会ったというお話をさせていただきました。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。でこの新作について語るシリーズで語っている新作のお洋服自体はですね、11月20日からスタートする広島手話の刺繍と暮らしのお店で初披露する予定です。でそれ以降はですね、順次いろんな場所でさせていただく、そのお店で店頭でご覧いただけるようになっていきますので、ぜひ遠方の方も、もちろん YouTube やオンラインストアも含めてなんですけども、見ていただいて、ぜひ店頭でご覧いただける日が来るといいなというふうに思っています。はい、ということで、今日も第2回だったんですけども、最後まで聞いていただいてありがとうございました。まだまだこのお話続いていきそうですので、ぜひ次回もご覧いただけたらなと思います。ではでは、最後までご覧いただいてありがとうございました。